かつてサイヤ人によって滅ぼされたツフル人の生き残り、寄生生物ベビーがサイヤ人への復讐を誓い地球に現れる。ベビーは人類ツフル化計画を発動し、悟空の仲間たちをも支配してしまう。かつてない危機を迎えた悟空もさすがに観念せざるを得なかった。だが悟空の孫娘パンの一筋の涙が奇跡の超変身を呼び起こす。悟空が老海王神の下で修行を行っているその時、ベビーの魔の手がパンに迫る。大ピンチのパンを救うため一段とたくましくなったウーブが駆けつけるのであった。今度は俺が相手だ。退屈していたところだ。お前をいたぶり尽くして殺してやる。悟空さんの仇取ってやる。よーい、はじめ。そこに出し、パワーアップしたウーブでもベビーにはかなわなかった。それが悟空から教わった戦闘力か。ハエほどのパワーも肝心ぞ。大掃除もこれで終わりだ。ウーブが絶体絶命のピンチを迎えたその時、魔人ブーが助けに入る。ブー、サタンのこと好き。でもなぜかウーブのことも見捨てられない。